はい、おはようございます。キャプテン浩二です。おはようございます。ねラジコンか、ちょっとね一日空きましたけどもね、昨日すごく暑くてね、汗がダクダクになって、もうやる気がなかったんで やめておりましたけども、またね作業をね始めていきたいと思います。ちょっと待ってね、なかなかね作業の方進みませんけれども、昨日もねちょっと暑かったんですけども、時々ね下に降りてきてね、動画は撮りませんでした。ちょっと暑いので、はい、それではね昨日はねちょくちょく降りてきてね、ちょっとね不具合箇所をね直しておりました。こんな感じでね、なんと言いますか、ステアリング周りね、ステアリング周りのサーボがね、サーボがこの取れてしまって、そしてもうインシュロックというか、これなケーブルタイというね結束バンドの、この結束バンドのね長いやつでね、これを固定してね、そしてこれなんていうのかな、これはちょっと待ってください、これホットボンドね、ホットボンドをこの周りに取り付けて、それでもねちょっと揺れるので、こんな感じでね裏からねコースレッドのネジですね、ネジボルトね、これを裏から立ててね、でこれでもう固定しました。そうすることで今ちょっと動かしてみますね。はい、そうすることで修理ができました。ちょっとね動いておりますけどね、ステアリングね、でもしっかりねしっかり、動作しております。いいね、この感じですね。はい、あとはこのねステアリングのねこのなんていうか、これ名前はちょっと出てこないんですけど、これねステアリングの棒ね、ここはねネジ切ってないんで瞬間接着剤でね止めてたんですけども、ここもね取れてしまいました。無理な力がかかってたんでね、それでまた瞬間接着剤を取り付けたんでこれも治りました。あとはねこの板がね下の板がグラグラするんですよね、これをね今からねまたね直していきたいと思います。今ね裏からねちょっと待ってね、油がねいっぱいついてるんで拭きましょうかね、油がいっぱいついてるんでこれをちょっと拭いてね、でこの板をね固定するのに裏はねちょうどね2箇所ね穴がねこんな風に開いてたんで、これまたコースレッドでね入れたんですけど、コースレッドが長すぎてね途中で出てしまうんで、板突き破って出てしまってね、このサーボに当たってしまうので、これ途中でねサンダーでね削りました。それで今2本でね2本ね、で止めておりますけども、これではねちょっと弱いので、今からねまたねドリルで穴開けてね、結束バンドでね、止めたいと思います。はい、簡単にねやっていきますけどもね、これができればねもう走行できますのでね、やっていきたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。それではね今回はね、こんな
今回はね、ちょっと待ってね。熱っ。はい、このようにね、ドリルでね、穴を開けてね、ドリルで穴を開けてやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ちょっと裏からになりますんでね、ちょっとすいません、見にくいと思いますが、適当な箇所にね、穴を開けて、はい、ちょっとね、見にくいと思いますけども、はい、今ねドリルで穴を開けました。そして結束バンドですけれども、入るかな。あ、入りますね。ちょっと見えるかな。穴を通していきます。はい、こんな感じでね、よいしょ、よいしょ、はい、今ね1個できました。はい、こんな感じでね、しっかり止まったかなと思います。はい、表はねこんな感じでね、また反対側を見ますとこんな感じになっておりますね。結束バンドでね、今ね、止まりましたのでね、1箇所だけではダメだと思いますけれども、まあとりあえずね、外れなければいいのでね、グラグラしなければね、今グラグラしませんので、こんな感じでいけると思います。そしたら、あ、ちょっと待ってね、邪魔やな、はい、そしたらもう一個ね、もう一個穴開けて、反対側ね、もう穴開けるんですが、燃料がね裏にべっとりついとるんで、ちょっとね、きれいに取ってね、置きます。よし。はい。そ
そしたら穴を開けるわけなんですけれども、これまたねちょっとね、この辺でいいかな。はい、ちょっと開けますね。はい、見えてますかね。穴開けていきます。はい、そしてちょっと待ってね、表の方からも。はい、結束バンドでね、またね、今穴開きましたので同じように結束バンドで穴を開けて固定したいと思います。どうしようかな。よいしょ。ちょっともうちょっとね、大きめの穴を開けないとダメですね。はい、はい、入りました。これでいいかな。見えてますかね、こんな感じですね。よいしょ。そしてしっかりね、引っ張っときます、ペンチでね。はい、これでいいでしょう。はい、できました。こんな感じですね。あとちょっと受信機の方がグラグラしていますが、これはね、両面テープやったかな。あ、これ違うな。受信機の方がねちょっとグラグラしてるんで、これは接着剤でね止めましょうかね。とりあえずね、取り付けはできました。そしてね、サーボモーターの方がね、やっぱり負荷がかかるんでね、動かすときにね、負荷がかかるんですが、こちらはね、アクセルだけですので、アクセルサーボの方はアクセルだけなんで、そんなに負荷かからないんで、取れません。なかなかね。ですので、もうこれでいいと思います。はい、できましたね。さあ、それではね、もうお待ちかねのね、次はいよいよエンジンかけてみたいと思いますが、ね、思いのほかね、時間がかかりますね。ちょっとした作業ですけどもね、もうあっという間に15分になろうとしております。はい、いかがでございましょう。あとね、この電池ボックスがね、取れそうな感じになりますのでね、電池ボックスもちょっとね、取れないようにね、しっかりしておきたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、いかがでございましょう。
シンプルなね、ラジコンカーはシンプルでございましてね、ギアボックスもね、しっかりね、しっかりしたアルミのね、ギアボックスがついておりますので、泥汚れは、汚れはね、思いのほかね、汚れません。車高が高いのでね、車体が大きいので、車高が高いので、どの道走ってもね、下の方だけ汚れるだけでね、このメカの方は汚れないんですね。メカはそんなに汚れないので、その、蓋をかぶせるとかね、そういうことしなくてもいいと思います。よっぽどのね、ことがない限り、あんまり汚れないんでね。はい、それではご視聴ありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。次はね、いよいよエンジンをかけてみます。エンジンをかけて、エンジンの調整ね、をしますので、よろしくお願いいたします。はい、それではご視聴ありがとうございました。この辺で失礼いたします。